はい、皆様こんにちは。アースフォトグラファーの辰野口奈美子です。今日は、スマホで簡単に動画編集ができるやり方を、いつもワークショップしているんですけれども、コロナウイルスなどいろんな不安も募っている中、少しだけ、必要なこと、少しアドバイスをまあ、いつも教えていることの最初の少しの部分だけ教えようと思います。はい。皆様、スマートフォン出してください。それで、こう、まあ、撮影するときは、基本的にその後何の媒体に載せたいかにもよるんですけれども、まあ、YouTube に載せたいとか、Facebook に載せたいっていう方は、基本的に横でずっと撮影します。Instagram のストーリーとかは、まあ、縦。ですけど、基本的には、まあ、最初は横で慣れましょう。で、横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 、縦ってなると、周りが、黒くなってしまったりするので、基本的には横、横、横、横でずっと横で撮影します。で、その後に、撮影する時間なんですけれども、だいたい、まあ、2秒から4秒くらい、を短いのを、まあ、カットカットカットで撮ることをおすすめします。ずっともう10秒20秒30秒って長い間ずっと撮っていると、見る方の視聴者の気持ちを考えるとちょっと飽きちゃうんですよね。YouTube とか見てて一番こう見やすくてこう面白くてこう引き立てられるものって、多分こう全部もう2秒以下のシーンが何個も何個もこう細かくこう分けられてるものとかだと、目を引くというか、ついつい見ちゃうわけですよ。で、たまにこうなんか、Hi everyone, this is Namiko. I'm a photographer based in Tokyo みたいな感じだった。っていう、ちょっと自己紹介とか、説明したりとか、長い、ワードを喋るときは、まあ、10秒とか15秒とか、まあ、たまに30秒とか。でも30秒だとちょっと内容が面白くないと飽きちゃうかもしれないですね。で、まあ、そのように、喋るときは喋るようで撮って、基本的にその他の部分は2秒とか4秒とか、まあ、10秒以内のものですね。長くても10秒かな。でも、まあ、子供とか、こう、あまりにも面白いことしてたらずっと撮っててもいいんですけど、その被写体自体、撮る相手、撮るもの、人が動いてたら面白いですけど、例えばずっとこうやって止まってるこういうやつは、基本的につまらないので、まあ、これもつまらないと思うんですけど、そう、短く撮ることを意識してください。で、あとは、まあ、横で撮ること、短く撮ること、で、たまにそのタイムラプスとか、スローモーションとか、iPhone にも備え付けのすごい素晴らしい機能があるので、その、まあ、タイムラプスっていうのは早送りですよね。よく渋谷の交差点とかでこうやって外国人が撮ってるんですけど、私も撮ってるんですけど、そういうのを間に入れてみると、それを全部つなげたときにちょっと面白いんですよ。で、まあ、音楽とかもつけちゃったりして、まあ、余裕があれば字幕とかもつけてあったりして、やるともう本当にもう一本の動画になって、全然 YouTube とか載せたりとか、こう、まあ、Facebook でビデオ公開とかする方がどんどんちょっと増えたりすると面白いかなと思います。ただ注意点があるので、ちょっとそこだけ。注意点は、まあ、皆様普段から気をつけてるとは思うんですけど、お子様の、まあ、例えば顔出しはもうご自身のご判断で任せます。で、あとは、例えばその近所とかの、なんだろう、背景とかが結構その、分かりやすいようなところを撮るよりかは、まあ、どこか遊びに行った時とか、家の中とか、そういうところで撮影することをおすすめします。やっぱりね、この世の中何があるかわからないので、まあ、どこでもかしくも撮るっていうよりかは、ちょっとなんかこう、自分のエリアから離れた時とかに撮った方がいいのかなとか、うん。まあ、でも、
まずあんな気にしないよみたいな、どこ行っても同じだよっていう人は全然もうそのままやっていただいて、それはもう皆様が常日頃考えてると思うので、そこはお任せします。あとはまあ知らない人をあの目や見当たらに取らないっていうことかな。あのうん、この前ちょっと富士フィルムのプロモーションビデオですごいちょっとひどいのありましたけど、あまりこう知らない人をこう目や見当たらに、なんだろう、明らかに撮ってますっていう感じで撮るとやられた方も嫌じゃないですか。まあ、それは気をつけていただいて、あの明らかに今これを撮ってますっていうのが分かるように、相手にもこうあのそこら辺を歩いてる人にも分かるようにちょっとわざとやったりとかしてます。うん、あとまあいろいろこうあるんですけど、ちょっとその辺はワークショップで話していきたいなと思ってますので、はい、とりあえずまあ横で撮ること、2秒から4秒のカットをたくさん撮ること、それをがある状態でワークショップに参加していただいたらすごいすぐに作れちゃうかなと思います。あとはもうアプリのインストールももともとしておいてください。はい、その辺は、LINE アドでお知らせしていきたいと思います。何かもうちょっとこう何がこう一番今力になれるのかなって今考えてるんですけど、まあ、うん、全然役に立たないかもしれないんですけど、まあ一応考えるだけなんか考えてます。はい、何かあればメッセージください。あ、実際もうなんかメッセージとかくれてる方いて、ちょっと結構嬉しいです。もらうとありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。以上、今日の宿題でした。やってみてください。